正明です。さて、今回のエンチャンネル TV はカレー作りに挑戦してみました。全く料理をしたことがない俺が作るカレーは美味しくできるのでしょうか。そしてせっかくなので、うちのバンドのメンバーを収録日の当日に LINE で誘ってみました。当日急に誘われたうちのメンバーは来てくれるのか、そちらも楽しみにご覧ください。それではどうぞ。はい、今日はですね、 BBQ バーベキュー会場に来ました。今年の夏は暑かったということで、みんなもね、大変な思いしたと思いますけども、いつも日頃お世話になっているうちのメンバーにですね、今後ね、これ放送されるのはバースデーライブ終わった後だと思いますけども、これからバースデーライブあったり、いろいろ大変な思いをするので、うちのメンバーにですね、こう力をつけてもらおうということで、今日はですね、ここでカレーを作ってうちのメンバーに食べてもらおうというエンチャンネル TV にしたいと思います。料理はしたことないんですが、頑張っていきたいと思いますよ。まだ誰にも言ってないので、みんなに LINE で誘おうかなと。みんなに今 LINE を送りました。残暑お見舞い申し上げます。暑さに負けず仕事頑張ってますか？いつも大変お世話になっているので、感謝を込めてこの平成最後の夏の思い出に、本日エンドスペシャルカレーであなたをおもてなししたいと思います。待ってますということで、 LINE を送信しました。さて、来てくれるのか。来てくれなかったら俺と緑でカレー食べよう。早速鍋から。いつ？今日だって俺、本日って書いてんだけどね。え、急すぎる。そりゃそうだよね。多分誰も来ないと思うけどね。この忙しい時期。で、まずは、買い出しだね。買い出し行かないとね。よし、買い出し行くぞ。はい。カレールーを、あれがいいんだよね。コクマロ。これでいいんじゃない？これか？これいいんじゃない？あとこれにしよう。ヤシの実売ってる。ヤシの実入れる？カレーに。ここで肉。肉はどれにしようかね。いいね。アンマス、アンマスヤング牛。よし、これとジャガイモ。まずジャガイモ一緒か。じゃあこれにしよう。土がついてた方がうまそうじゃない？ね、ラッキョウだよ、ラッキョウ。焼肉もしよっか。はい、何人来るか分かんないし、あとこれ、豚トロも4個合わせて7、8個。どっち？はい、バーベキューいいね。今からさ、打ち上げバーベキューにしたい？なお、ライブの。ライブの？夜から？おじいちゃん、はい、大丈夫です。あとみんなビール。うわ、作っちゃう。焼酎買っちゃう。魚開け物買ってくる。ウーロンハイに合うんだ。はい、はい。そういえばさ、はい、秀樹カレー食えなかったの、うん、もし来たとしても食えないな、はい、なんか竹雄とかさ、はい、みんな既読になってんだけど返事してこないんだけど。Aちゃんもしてこねえし、
来ねえなこれ何カレーの作り方は俺今ね、はい、これで聞いてみる。美味しいカレーの作り方、便利な時代だね、うん、あれで来た来たよ。バーベキューっつったらね、だってどうせ料理できない、持ってきてくれたの。そうだよ、そうだよ。え、すげえすげえ、もう徹底的にやるからね、本気のやつやるから。バーベキュー好きなの。バーベキュー好き。ありがとう。はい、いや、当日にも関わらない。いや、もうやごバーベキューマスター。バーベキューマスター。今、シリで聞いてたんだよ、俺やり方をね。美味しいカレーの作り方。誰来るか分かんないんだけど、よかったじゃん、一人来て、うん、作ろう。じゃあ、A ちゃんに聞いて作ろう。じゃあ、早速作るぞ。いろいろね、持ってきたんだよ。そうそう、テーブルなの。テーブルとかさ、これセット全部自分の。そう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 。え、じゃあ借りなくていいんじゃん。いいんだよ。金かけるもんね。ほらほら、やってやってほらほら、お前本格的じゃん。そうそうそう。ここほら、野島公園って言ってさ、ここと近いんじゃない。そうそうそう、近い、うち近いのよ。だから、あ、よかった、近いとこで。こっち側に。あら、こうなってる。焼けたもん。ね、マジで。音楽よりバーベキューの方が多いから。本当だね。え、すごい。画面なんかできそうな気がしてきたね。うん、え、誰か来んの？いや、わかんない。まだ。鍋は急すぎるって言って、あとみんなね、あの既読になってんだけど、スルー。あ、本当。既読スルー。じゃあできたカレーを宅急便で送ってやればいい。じゃがいも、うん、じゃがいもどうする。これボールも持ってきたから、すごいマイボール。本当か、あれさ、うん、これもうババン入れて、えーちゃんいてよかったな。はい、ゴミ勝手にカレー作ってみんなに食わせようなんて言ったけどさ、うちのだけじゃ作れないぞ。はい、喋ってないで手を動かす、口動かさないで手を動かす、ぶっ飛ばすぞ。これちょっと熱中症対策でこれ飲みましょうか。先生か。これはマスターだよね。これ大切なの。大切。はい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 、できました。これさっきさ、うん、重大なことに気づいた。はい、うちのメンバーみんなにさ、はい、送ったじゃん、メールとライン。秀樹カレー食えなかった。暑いね。暑い。飲みて。あの、みんな記録する。鍋さっきね、いつって今日って言ったんだけど、待ってるねって言ったら、あ、もう来た。今来た。無理やな。すげえ、じらしといて断るパターン。無理やなって気がしてね。まあそれはそうだよね。まあ、ね、今日ですからね。記録するよりはいいですね。の、なんちゃったそれ。じゃあ、えーちゃんが来てくれたということで。飲みたいと思います。はい、じゃあありがとうな。いや、どうも。今年の夏に乾杯。かっこいい。かっこいいの。じゃあせっかくなので鍋に自撮りを送りたいと思います。すげえ、遠藤さんがスマホで自撮りしてる。自撮りなんてあんましないんだけどね。自撮りって。うん、片手でやるもんらしいですよ。よし、じゃあ多分誰も来ないと思うけど、はい、エイちゃんだけ来たからカレーでも作るか。お、作りますか。はい、先生、はい、ではカレーを作りましょう。作りたいと思います。はい、おー、すごい。これでいい。そうですね。ほんで、油。油。はい。はい、油を。キャロライン用オイル。はい。たっぷりめに引きます、これ。チリと聞いたのがちょっと違うね、うん、作り方ね。え、俺がもてなすんじゃねえの。いいですか。あ、じゃあ、そうそう、やってやって、はいはい。あと何にしますか。じゃあ、肉を入れます。肉入れてください。はい。
俺が入れんだね。半分の2ぐらい。はい。ああ、いいですね、いいですね、いいですね。ああ、いいですね。はい、じゃあこれをこう、じわじわ。下がね、ガタガタするんで気をつけてくださいね。いいよ。そこそこ火が通す。これ入れちゃいます。いっとったの？大丈夫。味付けしなくていいの？大丈夫です。ちょっとカレーってそうやん。頑張る。あ、いい匂い。じゃあ行きますよ。うん。肉じゃがにする？お前すごいな。目分量でこういうのやるんだ。うん。じゃあ適当でいいでしょう。お前すごい。適当でいい。お前は初めてかっこいいじゃん。音楽やってるお前もかっこいいよ。いや俺結構コスプレとかも頑張ってたりするよ。俺が作ったらどうなったんだろうね。竹雄ちゃんから返事ない。竹雄完璧無視なの。俺さ LINE っていうものをここ 1,2 年で始めてさ、よく聞くじゃん、既読するの。意味がよく分かんなかったんだよ。こういうことなんだね。既読になってんのに落とし方がないのにこうムカつくっていう。今日勉強になった。じゃあ勉強になった。イエーあれあれ何してる。まあまあ座ってくれよ。暑いな。よく来た。今日仕事は今日休みだ。休み。え、これ来れたの今日。いや、お前来れないって言うからさ、絶対来ないと思う。鍋来た。一人で何やってんの。あと聞いてくれる竹雄とか、既読スルーなんだよ。今見せたのか。今こんな感じ。おどうよ。あ、面白い。面白いの。すごくね。鍋も得意じゃん、料理。一応作ってもらおうか。ちゅうか、俺おもてなししなくていいんじゃん。うん。そっちの秀樹はね。お、あ、すごい。いいね。ガゼン、ガゼン作るこの意欲が湧いてきたね。な、俺作ってないけど。ルー入れてもらおう。ルー入れて。入れます。やっぱ俺はさ、このコクマロが好きでさ、2つ買ってきたんだよ、今日は。2つを混ぜることにした。なぜかってシリに書いてあった。これも使ってみて。お、知ってたよ。俺今エンちゃんを試したの。意味が分かる。お前ら来てくれてありがとうな。いえ、ひじきも来てくれました。来ました。ごめんな、カレー嫌いなのカレーが増えない。焼肉あるあるある。今ほらこのおっちゃんが肉屋に溜まってな。もてなそうとしてるのに、なんか生き物何もやってないのに。いやー、秀樹カレーが嫌いだったのをここに来て材料買ってから気づいたんだ。俺お前にメールを打ってから。秀樹くんの登場があまりにもなんか地元感にもう増してきてる。いや、あれ、遠いした、遠いし絶対来ないと思ったんだよ。あとこれ、それにましてカレーだぞ。カレーじゃないもんね。あのさ、竹雄、はい、既読スルー、一番いけないパターン。やだな、こういうやつなんだな。変わっちゃったな。もうちょいだ。そこをつける。はい。じゃあ、いや、この間に、この間に。あれ？あれ？何してるの？熱いって。熱いよ。お前も来たん。お前既読スルーだったからさ。なんか変なの来たんだって。ちょっと待って、あのさ、今日は遠くでやって、あの誰も来ない程度で、そう、なんか、なんかって言ったら、みんな来たんだよ。もじゃもじゃくんだけだな、来ないの。あれ？あれ？いや、来るんじゃないの？
あれ、あ、じゃあさ、ユッキーも来てくれたんじゃん。あれ近くにいたんですごいじゃん。ありがとう。面白い、みんな来たな。あ、もちゃもちゃ、あともちゃだけ、もちゃこねえだけ、来るでしょ。いいよ。じゃあ、お米溶ける人。はい、はい、じゃあ、溶いてきてください。あ、そうだ、江戸さんが溶けばいい。カメラ撮って。よし。来ない手なんだよ、みんな。なんなら一番地元感がする。いや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 、どうも。飲んでる。あ、そいで、そうなの、うん、何なんだろう。おー、全然違う。ほらね。すごい。お前これ火起こしのために作ったんじゃねえぞ。あ、その汚いうちは。秀樹、あれだから、はい、カレー食えないから肉を焼いてあげて。はい、あ、そうだ。誰かさ、その、うん、その軍手して。あ、俺に任せろ。なかなか治らない。軍手してこれを一緒に。今日は俺がみんなをもてなす会だから。はい、何もやってないけど。じゃあ、エドさんこっちに来て、これ。そういうのに、もう、これ、絶対、焦げさせない。オッケー、バーシャリ。あ、これうまそうじゃん、ニンニク。ニンニクね。おい、来ない。くんのかい、くんかい、こんのかい。すげえ、火力がすげえ。そう、これ火力すごくいいんじゃない。だからそういう時はこの鉄板をずらしていいだろうがよ。アホだれ。さすが先生。火を大切にしろ。いや、でもこれもう無駄な。いやー、行けよ、頑張れ。飽きた。あ、ちょっと美味しいよ。ダメっぽいね。さあ、本当に行きます。はい、行きます。火がさ、早すぎるんじゃないですか。あったのね。こっちもやったんだろう。お、あ、すごい。完璧じゃない？めっちゃ綺麗に炊けてるけど、そのそこにあるのは何なんですか。いや、俺はこれでいいって言ったの。そしたらこのマスターが、BBQマスター来て。ご飯はこれで炊かなきゃダメだ。さすが。今日俺がみんなをおもてなすんだよ。そうですね。なんかね、全部仕切ってる。やばかったな。いや、やばくない。ほんと、ちょっとこうパクッと食べてみてもらって。あ、辛い。あ、カレーだ。どうなのこれ。アルデンテ。どうなの、アルデンテ。いや、ほんと、どうなの、じゃあ硬い。眉。やっぱ俺が言った通りだろ。炊いた方がいいんだって。これいいね。やっぱりさ、ご飯だってな。ご飯はこうやってあれするもんだな。炊かなきゃダメだな。あ、失敗した。しんぺいちゃん呼ぶの忘れた。しんぺいちゃんに俺連絡しなかった。ごめん、しんぺいちゃん。お焦げにちょっとなってるのがいいじゃん。やった。うわ、すげえ。カレーがついに完成しました。結構うまくできたと思うんだ。まあ、どんどん俺作ってないけど、結構うまくできたなって思います。うまそうじゃない。絶対うまいやつだと思うよ俺。いいな。よし。できた。ということで、みんな取りに来て。あ、さあ、カレーください。あ、ありがとうございます。あるよ。お、いただきます。カレーあるよ。やった。ひじき、一応カレーあるよ。じゃあ皆さん、今日は急なお誘いにもかかわらず、皆さん一人でありがとうございます。
平成最後の夏を皆さんに天使に乗り越えてもらいたいと。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。いただきます。うまい、うまいね。うん、おいしいわ。おいしいです。昔ながらの家庭のカレーって感じですね。非常においしい。おいしい。これはおいしいね。これは大成功です。ただみんな来るとは思わない。さて、今回のエンチャンネル TV どうだったでしょうか。カレー、思っていた以上に美味しくできてびっくりでした。そしてそれ以上にびっくりしたのが、うちのメンバー全員が急な誘いにもかかわらずわざわざ駆けつけてきてくれたことが一番のびっくり。うちのバンドのメンバーはやっぱり愛すべき最高のメンバーだなぁと改めて思い知らされました。今度は計画的にみんなでバーベキューをやりたいと考えています。てなわけで、エンチャンネル TV 次回をお楽しみに。誰の憧れにさまよう。8月は夢花火、私の心を